マルコ・アビアッティは若者の票集めを狙ってビーチで集会を開くそうよ。気づかれずに近づくのは難しいかもね。だからくれぐれも注意して。ああいう男は裏に返すべき借りを抱えてるものよ。幸運を祈るわ。何か進展は？いや、まだ出社してないらしい。俺は今から向かうところだ。よし、途中の店も全部確認しろよ。アビアッティにとって何より大事なことだから、一つ残らずだぞ。分かった、頼むぞ。地元の弁護士サルバトーレ・ブラボーモはアビアッティの政治家人生を左右する決定的な証拠を手に入れたらしいわ。アビアッティはブラボーモと直接会って買収したいと考えてるの。ところがこの弁護士は姿をくらませたってわけ。それでまたダイエットを始めたんだけどね。極地ダイエットって言って、食事は毎回極地で食べるっていう。実はワインのせいでクラクラしてるんだ。口を開けてね。いや、自信を取り戻して追い込んでやるのよ。人生は一度きり。前はベビーフードダイエットっていうのをやってたんだけど、あれも良かったわ。瓶で14本分だけ食べるっていうんですよ。体重を落とすのに。なんだろう。見られたらお気軽にご相談を。なんだよ。いつも携帯をいじっている。携帯をいじりすぎて人間関係や仕事に支障をきたしたことがある。電波が圏外になると怒り緊よし、落ち着け落ち着け、大丈夫。何なんだよ。やったな。おかしいな、まだいるぞ。チキショウ、どうすればいい。選択の余地は大丈夫か。一体ブラボーモさん、未開の地に住む幻の生き物を研究する究極の動物だよ。こういう生き物がビーチにはいた。美しいな。この街にいると甘えがどうかね。おお、誰かと思えば。チャオ、ブラボーモ。探してたんだよ。ああ、ボスがあんたと話したいって。中に入ろうじゃないか。ボスもすぐ来る。中に入ろうぜ。アビアッティはあんたの事務所で待ってる。まさか武器は持ってないよな。まあ座れよ、くつろいでくれ。あと少しすればアビアッティさんがやってくる。
アビアティさんがお会いになるそうで。ここを通るなら簡単なボディチェックを受けてもらう。警備対策だ。大丈夫、1分で終わる。敵同士ってわけじゃないだろ。どうも、楽しんでくれよな。あれが標的のマルコ・アビアティよ。ブラボー、噂は金金伺ってる。いい噂だといいが。物事は相対的だろ。さて、あんたもこの美しい町を愛しておられるようで、我々エリートは手を組むべきじゃないかな。より良い世界の構築のためにいかがかな。無駄話が多いな。で、やるのか。まあまあ落ち着いて。話をしに来たんだ。外の部下のことはお詫びしよう。でも俺がこういう立場だからね。だからって敵対することはない。仲良くしようじゃないか。続けろ。くだらない話が嫌いなのはよくわかった。誰も入れるんじゃないぞ。いいな。承知しました。ブラボーモさん、俺は端的に言うのが得意で、だから好かれてるんだよ。あんたはこの俺を困った状況に陥れるネタを持ってるかもしれない。いたずらにな。俺はこの街にとってどっちが。ターゲットダウン。出口に向かって。遠慮する。落ち着いてください。富や繁栄を求めて夢の実現を探る。うわ、いけないのは鶏肉、キノコは何のキノコだ。ビーチも悲惨なことになったな。だよな。ガキの頃家族でよく来たんだよ。ブラボーモさん、上出来よ。報酬は送金しておいたから。